コオロギ食について昆虫食について動画を一本出してほしいっていうリクエストがありましたけどですね、もう昆虫食やってますから、もう絶対やります。はい、こちらが無印良品さんのコオロギチョコ、コオロギパウダーを入れたチョコレートバーです。高タンパクに仕上げました。原材料、食用コオロギパウダーって書いてあるねこんなやつだ。あ、なんかあれですね、あのコオロギのせいなのかどうか分かりませんけど、あのほら、なんかチョコレートでもさ、ちょっとスパイシーな香りがするチョコレートあるじゃないですか、あんな感じ。それがコオロギの匂いなのかどうか分かりませんけどね。なんかオレンジピール入ってるような感じの味ですね。これがコオロギなのかオレンジなのか分からないですけど、なんか前僕あの動画で昆虫食べた時もエビの味がするとかね、そんな話だったじゃないですか。なんかこういう味かなと思ったんですけど、普通にチョコレートバーですよね、あの一本満足バーだとかああいう感じのやつ、特に普通ですけどね。これいくらだっけ。まあ、ちょっと高いんですよね。前回の動画みたいにえらいことになるかなと思ったら、そういうわけでもありませんでした。環境に優しいですとか、食料問題に大事なんですとか言われてますけど、そういう理屈よりもあれですよね、感情の問題ですよね。僕はあれですけどね、その理屈すら疑わしいと思ってますけどね。この環境問題をさ、声高らかに語っている人っていうのは、大体なんかさ、ちょっとちゃんと真面目にそういう問題に取り組んでる人もいると思いますけど、環境問題自体がさ、なんかこうちょっと大きいビジネスじゃないですか、あれ自体が。食料問題だってさ、アフリカのちっちゃい子供がさ、ご飯食べれなくてガリガリに痩せててみたいな、そういった写真とか映像を見ますけど、あれってどっちかっつうと流通の問題なんですよね。その子たちのところにご飯が届かないことが問題であって、ご飯の量が足りないからっていうわけじゃないんですよね。なので僕はその理屈すら怪しいと思ってますけど、そもそも昆虫食からコスパよく栄養ゲットできるんじゃいとか言っときながら、なんでこんな高いのかって話ですよ。コオロギバームクーヘン2500円、コオロギカステラ9000円。キャンプを譲ってその理屈が正しいとしてもですね、環境のためにとか食料問題のためにっていうことが付加価値になるには、土台として安全と安心が絶対条件なんですよ。ポイントはですね、安全と安心はイコールじゃないっていうことね。どこどこの研究機関がコオロギ食は安全だっつっても、嫌なもんは嫌じゃないですか安心には程遠いっていうかね、安全と安心っていうのは別物なんですよ。ちょっと違う話ですけど、マズローの欲求段階説を思い出してみても、あれって下の階層の欲求を満たして初めて次の階層の欲求が生まれるっていうやつですよね。砂漠で迷って餓死寸前の人が、そんな時にもっと給料のいい会社に転職したいとかもっと自分らしい生き方をしたいとか、そういう欲求って生まれないわけですよ。それよか水をくれっていう、生きるか死ぬかの基本的な欲求しか生まれない。当たり前っちゃ当たり前ですけどね。そんな感じに下の階層の欲求を満たして、そんで初めてその上の階層の欲求が生まれるっていうのが欲求段階説なんですけど、そのコオロギを食べて環境問題をなんとかしたい、食料問題をなんとかしたいっていうのは、これ割と次元の高い欲求なんですよ。そんでその次元の高い欲求が人々の心の中に生まれるには、土台となる基本的な欲求ですね、安全だとか安心っていうのは満たされてないと生まれるわけがない。たとえその安全性が立証されたとしても、人々の感情っていうのはなかなかそうはならないよねってお話です。だから昆虫食がメジャーなものになるっていうのは、僕もうちょっと時間がかかると思います。とはいえですね、逆に言えばあとは感情が解決する問題とも言える。まあ、時間をかけてゆっくりとですね、そのコオロギパワーとかっつって健康効果を歌ってですね、その健康食品だとか、そういったニッチなあの需要競争だとかですね、あの薬膳料理とはちょっと違いますけど、そういうちょっとあのメインではないところからじわじわと浸透させていくのがいいんじゃないですかね。今年に入ってですね、あの NTT みたいな大きい会社もその昆虫食のビジネスに入ってきたりとか、ちっちゃいベンチャー企業、スタートアップ企業だけでやってた頃とはちょっと違ってですね、今こうなんかお祭り騒ぎ状態みたいになってるんですかね、その業界は。中の人はなんとか盛り上げたいんだと思うんですけど、ご利用されると逆に心が引いちゃうっていうということで、今回はですね、コオロギ食リクエストがあったので、コオロギ食についてのお話でした。コオロギっていう名前が良くないのかな、その馬の肉のことをさ、桜肉とかって言うじゃないですか。そんな感じで僕らが知ってるあの虫の名前とは違う名前にしたらいいのかな。消費者を騙してコオロギを売るっていうわけじゃなくって、なんかコオロギって聞くだけなんかこう絵面が浮かんじゃうじゃないですか。それがあんまり良くないと思うんですよね。プロテイン肉とか
やっぱなし、やっぱなし。この MPTV ではできるやつの考え方、テクニックを休み休みだらだらとご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。